大井発電所3、4号機の再起動について、本日西川福井県知事から再起動の政府判断について福井県として了承する旨のご発言をいただきました。東京電力福島原発事故を踏まえ、これまで40年以上にわたり原子力発電と向き合い、電力消費地に電力の供給を続けてこられた立地自治体として決断をされたことに感謝を申し上げたいと思います。西川福井県知事の言葉を重く受け止め、ご要請のあった事項については引き続き対応を進めてまいります。立地自治体のご理解を得られた今、4大臣として大井発電所3、4号機を再起動することを政府の最終的な判断といたします。政権として国民の原子力行政安全規制への信頼回復に向けてさらなる取り組みを進めていく決意でございます。昨日、新たな規制機関を設置するための法案が衆議院を通過をし、参議院で審議入りしましたが、その一日も早い発足に向けて関係閣僚一丸となって努力を続けたいと思います。また新たな規制機関の発足までの間も、地元の皆様の安全安心のため特別な監視体制を速やかに立ち上げ、起動作業にあたっても安全に遺漏なきよう万全を期してまいります。こうした取り組みを含めまして、政府として原子力に関する安全性を確保し、それをさらに高めていく努力をどこまでも不断に追求してまいります。以上です。はい、それではただいまの政府の最終判断については、私の方から関西電力に対し速やかに伝達をし、再起動に向けた準備作業に取り掛からせることといたします。起動作業にあたってはくれぐれも安全に遺漏なく万全を期すよう、私からも関西電力に対して直接伝える機会を早期に持ちたいと思っております。また特別な監視体制についても、牧野経済産業副大臣を責任者として直ちに立ち上げることといたします。以上でございます。それでは4大臣会合を終了します。